先輩にいただいたアドバイスのおかげで、この間のソロイベントは今までよりずっと客席との一体感を感じました。ありがとうございます。カズミンだって今までとは一味違ったソロイベントができましたよ。やっぱり先輩はカズミンのことよく分かってくれてます。私らしいソロイベントができたと思うよ。あなたと一緒に選んだガーベラ、応援してくれるみんなと一緒にちゃんと育てていくよ。いや、人気者だね、部長。もうダメです、限界です。堪忍袋の尾が切れました。聞いてください、聞けばあなただって分かってくれます。ちょっと落ち着きなさいよ。刹那らしくもない。刹那ちゃん、ほらお水を飲んで落ち着いて。ありがとうございます、エマさん。落ち着いた。で、一体どうしたの？実は生徒会長を降りた理由を両親に話した時に、ずっと隠れてスクールアイドル活動をしていたことも話したんです。私の家は両親が厳しくて、生徒会長をやっていた時はある程度自由があったんですけど、それをやめたなら別の有意義なことをしなさいって習い事を勧められました。でも今はスクールアイドルに打ち込みたいので習い事はできませんし、この機会にちゃんと説明して分かってもらおうと思ったのですが。今までずっと内緒にしてきたのにか。そりゃご両親びっくりだよね。はい、それはもう。話は聞いてもらえたの？なんとか分かってもらおうとずっと話し合いを続けていました。でもスクールアイドルなんてやってるから生徒会長を降ろされたりするんだって、スクールアイドルのことを無駄みたいに言うんです。そんなの許せません。あの人たちはスクールアイドルについて何にも分かっていないんです。私にも譲れないものがあるということを分かってもらうため家出します。私は冷静です。家出って泊まるところとかどうするんですか？それはこれから考えます。でも、もう暗くなってきたよ。とりあえず今夜はこのまま部室に泊まらせてもらってもいいでしょうか？それなら私の部屋に来た方がいいよ。寮だし遠慮することないから。いいんですか？ありがとうございます。